はい、バンブーです、タイトルの通り、せっかくなので2018年総集編動画を作ることにしました。でね、私自身は今年から、YouTube に動画をアップし始めたわけで、2018年2月3日に初めて動画を投稿しておりますね。でそれがこの VR 版 PUBG、スタンドアウトっていうゲームで1本目始めました。まあ、今多分動画流れてると思うんですけど、まあね、久しぶりに見るとね、この動画ひどいね。うん、なんかボソボソ言ってて何言ってっか分かんないし、まあこりゃまあそんな再生されないよなって今なら思うけど、まあそれぐらい今年1年で成長したってことなんじゃないでしょうか。で、その次に、まあ、VR 版マインクラフトとかっていうのをやって、そして始まったのはこのリムワールドシリーズですね。これ意外と長いシリーズになっていて、まあ、ゲーム的には結構楽しいんじゃないかなと思うんですが、そんなにこの動画が面白いみたいなその一押し会はないにしても、まあ、ストーリー的にはグダグダ楽しめるようになっているんじゃないかな。まあ、もし時間があって興味のある方は、見ていただければと思います。そして2018年5月ですね、リムワールド最終回を迎えて、その後始めたのがビシージですね。ビシージ、これ面白かったんだよな、ゲーム的には。ただまあ途中でバッサリ打ち切りシリーズとして、第1号ですね、このビシージは。はい、まあ、興味がある方は見ていただければと思うんですけれども、まあ、それでビシージを2本やって、次リムワールドモッドを入れまくるシリーズ始めます。まあ、入れまくってつってもそんなに入ってはないんだけど、入れまくりってシリーズを始めて、まあ、ただこのモッドシリーズがもうなんか進みが遅くって、あとリムワールドちょっとやりすぎて飽きちゃった感もあって、実は途中で、打ち切ります。でそしてみんなが知っているシティーズスカイラインズ、これがですね2018年5月28日から、始まりました。視聴を始めました。シティーズスカイラインズ1本目が始まって、まあこの時はね全然そんなにみんなに見られてたわけじゃなかったんだけれども、そうですね、最初のシリーズは10本で完走して、その後、フロストパンクを始めます。でフロストパンクを上げてる最中に、多分前の動画でもなんか言ったかもしれないんだけれども、この1600メガワット高出力ダム発電の作り方っていう動画が一度跳ねて、で始めたのが細かい島々を開発シリーズ、シティーズスカイラインズ初頭開発編ということで、まあ、これが始まったのが2018年7月24日です。そっからはずっとシティスカ初頭開発をやり続けるという感じですね。間にちょっとバカゲー入れてみたりとか、打ち切りシリーズトロピコ入れてみたりとかはしてるんですけれども、基本的には初頭開発をずっと上げ続けて、で初頭開発シリーズで今度中盤に差し掛かった時に、入ったら出られない島と、隕石でダム作りっていう動画がまた跳ねちゃったから、シティスカがやめられなくなっちゃって、大慌てで始めたシリーズ孤島開発シリーズ、これが一番、皆様の記憶に残っているというか記憶に新しいんじゃないでしょうかって感じではあるんだけれども、まあ、そんな経緯で孤島開発を始めましたね。でまあ、その間に孤島開発を始めてから、ユニバーシムを始めたけれど、これも また打ち切りシリーズになってしまって、でずっとやっぱりシティスカをやっているんですね、私は。あのマップで 22%、はい、でそして、今年の、まあ、私の代表作と言っても過言ではないでしょう、津波完全防御っていうサムネですね。津波を完全に防ぐマッチ、シティーズスカイラインズ孤島開発シャープ Q ですね。こちらの動画が全然土足りない、跳ねに跳ねましてありがとうございますって感じなんですけど、はい、これだけ異常に再生数が多くて44万回再生に到達しそうな勢いですね。まあ、ダントツで俺の中で一番伸びている動画ですね。もうちょっとお金貯めとかないと。でまあ、この津波を完全に防ぐ街の動画のおかげでチャンネル登録者が1000人超えて、
かつ1万人も超えるっていう、もうめちゃくちゃこいつなしには私の今年は語れないというような素晴らしい動画になってます。久しぶりに見たんだけど、意外と津波じゃねえや、意外とこのダム加工シーンって少ないのね、このね動画ってね。その前までに結構ダム囲っちゃってるから、実はこの動画その囲ってるシーンは少ないです。よし、来た来た、まあ、という意外とサムネ詐欺なんじゃないかと思うんですが、そうなるとちょっともうちょっとだけ土もらわなきゃいけない、まあ、みんなが見てくれたからいいってことにしておきましょう。で、今となっては不定期シリーズになったプラネットコースターが今年の9月27日に始まりますね。これ最初の方はやっぱ評判は良かったっぽいんだけど、はい、始まった。まあ、プラネットコースターもね面白いんだけどね、結構やっぱ1本動画作るのに時間がかかる兼ね合いで、なかなか動画が出せてない状況ではございます。で、またバカゲーを挟んだりしながら、2018年10月23日再生数多いと続けなきゃならないからあまり見てほしくないビサージシャープ1ですね。はい、こちら、まあ、見てる人は少ないんだけど熱狂的なファンがいるビサージシリーズが実は10月23日に始めてるんですね。10月23日に始めて、もう早2ヶ月ちょっと経ちますが、まだクリアできていない伝説のシリーズになりかけてはおりますが、まあ年始にやりましょうね、これね。年始に配信内で完璧にクリアをしたいなとは思ってます。で、なんか一回脱出ゲームとかちょっと気が狂ったことをやりながら、11月9日に愛と暴力の宣教師みんな仏教徒になろうという本願寺系シリーズですね、信長の野望大使を始めました。まあ、これはね最初伸ばそうと思って頑張ってはいたんだけど、最近はまあ俺の趣味枠ってことで、まあ気になる人だけが見ればいいかななんて思ってます。ね、一時期ねみんなに見てもらおうと思って七スカを偽って信長の宣伝をしたこともありましたが、まあでも実はこの信長の宣伝をしたダムのある風景をああだこうだ言いながらやる、実はこの動画2万再生ぐらいいっているんですけれども、感じだね、一番コメントのついた動画になります。あの40万再生いってるあの津波完全防御の動画よりもコメントが多いっていう、まあ、ある意味反響を呼んだ、素晴らしい動画になりました。はい、ありがとうございますって感じですね。シティスカだと思って見に来たら信長の野望の話しかしねえのかよみたいな、まあ、ちょっと腹立つ要素もいっぱいあったんでしょうね。まあ、ただ高評価低評価で見ると高評価が295で低評価が63なんだよね。思ったより高評価が多いなと思ってて、これ出す前に俺思ったのはすんごい低評価つくんだろうなと思ってたのと思ったら、意外とみんな優しくって低評価つかなくて、あ、助かったわと思って、それよりも低評価を押すよりもなんかコメントでこうしたらいいんじゃないみたいな、あのいろんな意見を言ってくださる方がいてすごい嬉しいなと思った動画ではありました。だから再生回数こそそんなにわーっていう感じではないけれども、まあこれもこれで結構思い出に残る動画になりますね。まあ、はい。で、その直後ですよ、その直後にこれもやっぱり記憶に新しい、皆様の記憶にすごい深く植え付けられているんじゃないでしょうか、世界観が独特なクソゲーが神ゲー、ヒューマンロゲットパーソンですね。はい、これ楽しかったな。続きをやりたいとは思わないけど、これなんかね配信の最後の方なんかもうテンションだけでやっちゃった感もあるから、すごい4分46秒ってクソ短い動画なんだけれども、これ個人的にはめちゃくちゃ面白い動画になってると思うんでおすすめです。なんか気づけば振り返りというか全ての動画をおすすめする動画になってるような気もしますが、まあ私の2018年はそういう感じなんで、はい、あのみんな黙っておすすめされててください。よし、次行くぞ。で、この辺からは信長とシティスカを交互にポン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 上げつつ、でもうだいぶ最近なんですよね、ここまで来ると、幼児版ピクミンの園長先生がサイコパスすぎる、
やっぱこのバカゲーって俺好きなんだけど、みんなどうなんだろう。再生数は伸びないけど意外と面白いと思うんだよな。なんかシティスカ信長とかよりも、このシリーズものよりも単発もののバカゲーの方が動画の面白さはあると思うんで、まあもしよければまたおすすめだけどおすすめしておきます。で、これだ。2012年じゃないや、そんな古くないね。2018年12月9日、石油を掘って金持ちになるゲームが楽しい、ターモイル。はい、あの予想外の伸びを見せるターモイルですね。ターモイルって結構、まあ、やることは地味ゲーというか、ゲームのコンテンツ力だけでいうともう大したことないゲームだと思うんですけど、これ意外と人気なシリーズになっちゃってびっくりしてます。というか本当はこの1本だけで終わらそうと思ったんだけど、すごい人気だったから2本目3本目が出る始末になってしまったっていう感じですね。ターモイルの面白さって何なんだろう。コメントで教えていただけると助かります。なんかその面白い要素をなるべく盛り込んだように動画編集もしたいので、どういうところがやっぱこれを見ちゃう原因なんだろうっていうのが俺にも少しわからないので、まあなんか単純でわかりやすいとかっていう話もあるけれども、そもそもまあそれは見た上での話であって、よくこの動画を見ようと思ったなっていう気はちょっと個人的にはしているので、はい、ちょっと気になります。やっぱみんな石油王なりたいのかな。なりたいよな。俺もだって石油王なりたいもん。できれば油田を所有してこう豪遊はしたいよな。やっぱみんなそういう気持ちがあったからこの動画を見たんだろうなと俺の中では思ってます。でまあそんな中、プラネットコースターが久しぶりに復活したり、マッドゲームズタイクーンですね。ゲームでゲームを作るゲーム、もうなんか何回ゲームって言うねんっていうようなゲームなんだけども、まあ、これはまあバカゲーポジション的な感じなのかな。まあ再生回数でいうと信長よりはちょっと上かなぐらいの見られ方ですね。結構マッドゲームズタイクーンは笑いあり涙ありの大変素晴らしい超大作になっておるので、ぜひ見ていただければと思います。まあ半分ぐらい嘘なんだけどね。サムネ一番凝ってるのは正直マッドゲームズタイクーンな気はする。で昨日リサージ、この間配信で頑張った分4、5を上げて、今に至るって感じですね。はい、駆け足で2018年振り返ってみましたが、皆さんはどこから見始めましたかね。まあ基本的にほとんどの人は津波完全防御から見始めたとは思うんですけど、ということで2018年バンブーの動画いかがでしたでしょうか。個人的にはすごい楽しい1年だったなとは思いますね。まあ、こんな感じで、今年の動画が終わるという感じです。じゃあ、次数字の部分もお話ししていきましょうか。結局1年間どんだけみんなに見られたのかっていうのもせっかくなのでお伝えしておきます。今年1年間の視聴回数、456万1847回ですね。いや、この数字が多いのか少ないのかはちょっとわからないんですけど、あ、でも450万回も見られたっていうのはまあすごいことですよね。本当に皆様ありがとうございます。まあ、もしよろしければね、来年ももっとたくさん見ていただければなと思います。で、再生時間が3123万4760分ですって。どれぐらいって感じだよね。まあ、この3123万7分っていうのは、52万時間、だいたい52万時間っていうのは21690日、21690日っていうのは、だいたい59年間、ということで私1年間動画262本を作って、みんなの時間を59年間分ぐらい私の動画に費やしていただいたというような感じなんでしょうかね。それが多いんだろうか。まあすごいよな、1年で59年分動画を見てもらったんだから、そりゃすげえなとは思うな。うん、そういうことです。そして高評価数が 34,500 ぐらい、低評価数が 2,700 ぐらいっていう感じで、まあ1割いかないぐらいの低評価率ですね。
でコメントの数、総トータルのコメントの数、まあこれ多分配信のコメントの数も入ってるからすごい数になってますね。62,893個コメントをいただいてます。さあどうでしょうか皆様、この中59年分の中の何年分を私に使ったでしょうか。あ、無理か、何年分は使えないか一人頑張っても1日24時間しか動画見れねえわってことで、何日分ぐらい私の動画を見ましたかね。もうちょっと面白い動画を作っていけたらなと思います。2019年は。そして、ここまで見てる方々にちょっとお願いがあります。高評価ボタン押してください昔は別に高評価低評価って、まあ、面白かったら高評価すればいいし、つまんなかったら低評価すればいいじゃねえかって思ってたんだけど、なんか動画のおすすめに乗りやすくなるとか乗りにくくなるとかっていう噂もあるので、もしよろしければ自分が見た俺の動画すべてに、高評価ボタンを押してくれると、すごい助かります。まあ、みんなが高評価をすることで俺の動画がたくさん見られるようになって収入が増えたらもうちょっと YouTube に費やす時間が増やせて、そうなるともうちょっと楽しい動画ができるようになったりとか、まあ、巡り巡って還元したいなと思うので、ぜひ高評価ボタンをバシッと1回だけお願いします。すべての動画にというか、これから見る動画に、まあ、もちろん特段つまんなかったりとか、いやこりゃねえだろって思ったら低評価はしょうがないと思うんですけど、まあ、なんか癖で俺の動画見たら高評価ボタン押すようにお願いします。まあそんな感じで2019年、違うわ、1年進んじった2018年の、まあこれ実は大慌てで、本日12月31日、午後2時ぐらいに大慌てで撮っておるんですが、さあ今日中に編集が間に合うのかちょっとわからないんで、この辺で喋るのはやめて、動画の編集に移りたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。2019年もまたよろしくお願いします。じゃあね。